天神41回目、さあラスト1週間でございます。日曜日なんですよね。この日曜日は特に何も約束はしてないんだけど、出た、これでばったり外で会ってのデートっていう流れになると思うんですよね。さあ今回でラストまでもう一気に行っちゃいましょう。これはもう町の方から楽しげな笛の音、笛の音ってなんだ。せっかくの日曜だっていうのにこれと言ってやることがない。ガバ、なんだこの楽しげな笛の音は。軽快なリズムに歌うようなメロディー、聴いてるだけでワクワクしてくる。まるで僕の体が勝手に動き出してしまうような。どうやら町の方から聞こえている、個人一人で吹いてるの？なんかパレードとかじゃなくて一人で笛か。まだ聞こえる。早く早く行かなくちゃ。取り憑かれたように笛を追いかけていきますね。いたぞ。うん、いたけど、うわすげえ、なにこれ、こんなグラフィックあんの？怖い、遊戯王に出てきそう。あいつが笛を吹いていたと思うんだけど、こっちに気づいた。どうしよう。ピエロ、僕このチケットあげる、みんなで来てね。サンキュー。へえ、これは遊園地の割引券。あ、でもいいものもらったね。ということはあの笛の音もピエロも単なる遊園地の宣伝だったのか。こんなものをもらっても一人ではどうしようもない。しかも思わず英語で答えちゃったけど、あの人普通に喋ってた。片言で言われるとこっちも片言でなぜか返しちゃうっていうあるあるですよね。おお、ここまで来たんだし、ゲームセンターにでも寄って帰るか。さて今日は何のゲームをやろうかな。うん、先輩、お先輩、嬉しい、会えた。こんにちは先輩。七崎、奇遇ですね。今日も可愛いなこの。何してても。もしかして、そういえばちょっとあの収録の方とあの更新で時差があって申し訳ないんだけど、あのコメントの方でいただいたので、なんだっけな、七崎ルートの時が一番可愛いって言ってる気がするっていうコメントがあって、確かにな、俺七崎ガチ恋勢にどんどんなっていってしまっている。あ、ということは暇なんだよ。あの、でしたら私と一緒にどこかへ遊びに行きませんか。はい、私も暇なんです。先輩さえよければぜひ。よろしくお願いします。じゃあポケットに何か、あ、そうだ、七崎、遊園地なんてどうだい。遊園地ですか。さっき怪しいピロに割引券もらったんだよ。怪しかったな、あれは。それはなんだか気になりますね。じゃあ早速行ってみよう。あ、はい。こうして七崎と遊園地に行くことになった。でもこれで遊園地ってことは、キビトランドに来ちゃったってことは。そうですね。まあファラオルートですわな、これな。毎度恒例ファラオ、エジプトへの挑戦ですよ。これはまた仕方ないですよ、私も同じです。七崎も久しぶりなのか、なんだか意外だ、てっきり弟と。ええ、行くおにせがまれますが、私一人では連れてこられませんので。仕方なく普段は遊園地ごっこでごまかしたりしているんです。なるほど、優しいんだな。あ、いえ、かわいい。また行っちゃった。じゃあ今日も久々の遊園地を思いっきり楽しもうか。じゃあ早速だけど、どれから乗る？そうですね、僕は別に何でもいいよ。ではジェットコースターがいいです。お、意外と。ジェットコースター？ジェットコースターです。うん、ジェットコースターね。あ、そっか、俺高所恐怖症なんだ。僕は高いところが苦手なのに、何がどこでもいいだよ。あの、
どうかしましたか？え？先輩、なんだか顔色が悪いみたいですけど。さしてそんなことないよ。どうあっても年下の女の子の前で怖いなんて言えない。では、早速乗りに行きますか。七崎絶叫系が好きなの？でもなんだか腰が引けてますね。う、そんな。冗談ですよ。ああ、先輩、もしかしてジェットコースターが怖いんじゃないんですか？そんなことはないよでは行きましょうか。ああ、意地張っちゃって。カタンカタンカタン、やっぱりこの高さは。先輩、なんだかドキドキしますよね。そうだな。どうにかならないのかもう少しですよ。カタン。いやー、俺もジェットコースター絶叫系嫌いだから嫌だわ。この瞬間、ガガ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 。お、でも貴重な七崎の叫び声。キャー、こんなの耐えられるわけがない。いや、ジェットコースターに乗ったらジェットコースターの上で三鎮の構えですよね。まあ、スエドーとドリアンの戦いでそれを学びましたからバキの話ですもちろん大丈夫だよ。あの、やっぱり。さて、次のに行こうか。ほら、七崎。あ、はい。僕は先輩なんだ。後輩情けない姿を見られるわけには。でも、どこか少しでもゆっくりできる場所が。お？先輩、どうかしましたか？花咲、あそこに行ってみないか？え？早く早く。あ、先輩、待ってください。うん。出た！ファラオ。今回もファラオの謎来ましたね。これって。レギュラーっすね、ここも。本当に。ホラーハウスだよ。もしかして、これがアニメ研究会の人たちが言ってたアトラクション。アニケンが言ってたの、そんなこと。あの勧誘の？ええ、何でもあの人たちが言うにはすごく驚く仕掛けがあるとか。仕掛けというか、なんというか、本物っすよここは。驚く仕掛けか、なんだか面白そうだなこれはキビトの目玉になり得る場所ですからね、ここはね。ファラオ、じゃあこれに入って。あれ、先輩、早く来ないと置いていきますよ。いつの間にさあ、古代エジプトの謎を解き明かしに行きましょう。これは今回も入ってしまった。過去を思い出してみると、あやつじさんの時はあやつじさんが子供になっちゃったんですよね。で、森島先輩の時は森島先輩が犬になっちゃったっていうとんでも展開が繰り広げられるここなんですけど、足元には気をつけてくださいね。今回は一体何が起こるのか。あ、出たよ。うおほー、やっぱり出たな。七崎、ほら、これをよく見てみろ。ここの顔のところなんか思いっきり作り物じゃないか。ははははほら、でもよくできてると思うよ。ビビってた七崎、かわいいな。飛び上がってったぞ。あの、先輩はこういった系統は得意なんですか？もう何十回も来てるからね、ここね。なんだか本当にキミキスの時からすごくように見えるんですけど。さすがに得意じゃないけど苦手でもはないかな。へえ、そうなんですか。お、頼れる先輩ですよここは。足元に気を取られたらこうはいかなかっただろうけど、必要以上に警戒しててよかった。さすがに七崎の前で悲鳴なんてあげるわけにはいかない。この調子で年上らしいところを七崎に見せてやろう。七崎も落ち着いてみたいで、そろそろ奥に進んでみようか。あ、はい、そうですね。うん、広い場所に出たな。そうですね。手でも繋いじゃったらいいんじゃない？あ、もしかしてここに驚くような仕掛けがあるんでしょうか？どうだろう。でも今までの場所に比べたら、うん、
それはそうだけど、驚く仕掛けなんてアニケンの人が大げさに言っただけかもしれない。あ、それもそうですね。実は大したことなんて、うん、ゴゴ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 、何が起こっているんだ。ふひゃー、出た、完全に本物や。うわー、我の眠りを妨げる者よ、千年王国の呪いを受けるがいい。もう千年王国の呪いをが安すぎる。もうほんと連発しすぎよ呪い。先輩逃げましょう。すぐ眠りから覚めちゃうんだから。たわごとなどいらぬ、覚悟を決めろ。先輩、キング早起きすぎる。うおほーん、先輩危ないです。あ、七咲がもしかしてかばってくれた。え、どうなっちゃうの。七咲どこに行ったんだ。なんだなんだ、七咲、はい、ん、どこにいるんだ。ここです、ここにいます。ここってどこにもいないじゃ。あれ、これは、醤油ラーメンが七咲、予想外すぎるわ。ラーメンになったの。はい。先輩、意味が分からん、意味が分からんわ。でもさ、せめて生物になってくれ。はい、そう言われるとなんだか自分でもそんな気が。ラーメンになっちゃった。私が醤油ラーメンに。どう、醤油ラーメンになってる感覚って。想像もできないんだけど。あの、これってやっぱりさっきの光が原因なんでしょうか。ラーメンが喋ってる。それは僕にもわからないけど、一体どういう仕掛けになってるんだ。どうしてこんなことが。あの、七咲ラーメン、七咲ラーメンになるってどんな気分。え、それ気になるな。そんなことを言ってる暇があるなら早く元に戻してください。私伸びちゃいます。伸びちゃったらまずいの。七咲ラーメン、さすがにアトラクションだもんな。どこかにどうにか呪いを解く方法があるはず。すみません、お願いします。ラーメン、それじゃあ七崎、丼を持たせてもらうぞ。はい。丼は体のどこに当たるわけ。チャップ。あ、チャップって今つゆに、スープに。先輩、親指が中に入ってます。いやらしい。これはそこはかとないエロスな予感。指にスープがついたけど、まあこれくらい舐めちゃえばいいよな。ペロリ。あ、七崎舐めちゃった。七崎成分。え、別に何も。これ食べちゃおうよもう。七崎ラーメン食べちゃおう。はい。いやー、ラーメンになるってこんなにエロいことだったんだ。それにしてもどうやって七崎の呪いを解くか、せめてヒントがあれば。うん、七崎。はい。なんだなんだ、あそこ伸びちゃったうどんが2つ並んでる。伸びちゃったうどん、なるみちゃんじゃねえの。 うどんですか。もしかしてカップルなのかな。どんぶりが寄り添っている。あの、そんなことより早く私を元に。うん、そうだった。もう、じゃあ行こうか。お願いします。え、うどん2つちょっと気になるな。それにしてもこんな時だっていうの、なんだかお腹が減ってきた。え、本当に食べちゃう、これもしかして。七咲から漂う醤油ラーメンの匂いがこんなに魅力的だとは。何です。七咲って美味しそうな匂いだな。はい。なんだかすごくいい匂いがして、僕先輩。七咲食べちゃうよもう。これ少しだけ食べてもいいかな。ダメダメですよ。どういう感覚なのこれ。上野となると、あ、上野なるとだけなら大丈夫だよ。だからダメですって、私元に戻れなくなっちゃいます。なるとだけ、うん、でもな先輩。
い。ん？おお？なんですか急に。これはカニバリズム的なことになっちゃうの？そこにテーブルがある。え？なんというタイミングだ。これは食べてくれと言っているようなものじゃないか。長崎、ちょっとだけ座って休ませてもらってもいいかな。あの、あ、先輩、よく見ればこんなところに胡椒があるじゃないか。もう何なんだよ、エジプト。エジプトって何なんだろう。業務用でしか売られてないレア物だぞ。長崎、味見だけでも。嫌です。やめてください。パッパッパ、うん、長崎に胡椒ぶっかけちゃった。なんて美味しそうな。ああ、あ、胡椒かけたから。お、あ、これで戻るの？長崎が元に。先輩、よかった、本当によかった。よかったじゃないです、私に胡椒。ひどいですよ。元に戻れなかったらどうするつもりだったんですか？食っちゃうところでしたね。これ危なかったっすね。元に戻れたわけだし。いやー、キングの呪い恐るべし。先輩にご馳走になりますからね。え？私を食べようとした罰です。食べよう、私を食べようとした罰。すごいセリフだな。言いますけど、うん、期待してます。親指が入っちゃった。あのスープはどこの部分に当たるところだったのかな、七崎の。では早く外に出ましょうか。親指が入っちゃう。なんだかここって息苦しくて。いや、ラーメンプレイやらしいっすねこれね。じゃあ行こうか。はい。いや、これ食っちゃうルートがあってもよかったかもな。真に一心同体になるっていう。ええ、確かに驚く仕掛けでした。いや、でも恐ろしいですね。危なかったっすよ。あれって一体どういう仕組みになってるんだろう。仕組みとかそういう問題なの？実際にラーメンになった長崎にも分からなかった？はい、自分がラーメンになったということは分かるのですが、それ以上は。それはすごい。そうですよね。腹減っちゃったな。え、あの途中にあったうどんは何だったんだろう。うどんカップル、あのカップル完全にバッドエンドだよね。一生あそこでうどんとして生きていくしかないんじゃないの。そうですね。まだまだ遊び足りないけど、続きは腹ごしらえをしてからだ。はい、そうですね。大満足だ。先輩大はしゃぎでしたね。まあな。じゃあそろそろ帰ろうか。あんまり遅くなるのも良くないし。あ、はい、すみません、気を使っていただいて。いやー、今日は新しい性癖に目覚めましたよ。これからラーメン食べるときちょっと興奮しそうですね、なんかね。はい、急いで塗りましょう。醤油ラーメン食べるとき長崎だと思いながら食べるっていう、それは新たな興奮だな。先輩、今日はありがとうございました。私、先輩と遊園地に行けてよかった。そういうことならお礼を言いたいのは僕の方だよ。僕も野崎と遊園地に行けてよかったから。全てはあのピエロが導いた運命やったんや。そう言ってもらえて私嬉しいです。そっか。どうかしたの？え？今僕のことをじっと見てた。え？いや、あの、私、その、なんでもないんです。かわいい。これはかわいい。では私はこれで。うん。先輩、おやすみなさい。デレッデレ状態入りましたね。すっかり伸びちゃったようだね、長崎ね。いやー、長崎ラーメン素晴らしかった。こうなってくると他の子たちも楽しみだな。何になっちゃうんだろう。ラーメンってのはさすがに予想外すぎたな。もう何でもありなんだな。生き物限定とかそういうことでもないんだな。36日目月曜日。そうだ、会話イベントが結構残ってるんですよね。
ちょっとまだね、放課後アタックができてないから、放課後優先だな。これなんだ？これ昼休みか。1,2,3,4。でも一つぐらいはまず使っておくか。前回は、アタック成功した時はあれか。バックを取って持ち上げちゃうっていう、やらしいやつ。七咲の姿が見えたから話でもしようと。はい。でしたら構いませんよ。じゃあ何か面白い話でも。まあ、最初は世間話からね。はい。七咲は仲のいい先生っている？あ、はい。水泳部の顧問の先生と高橋先生ですね。うん、そうなんだ。ええ。中学生の頃は、先生と仲良くするなんてあまりないことだったので。水泳部の顧問って少し大人になったような気がしますね。それは僕1年生の頃そう感じた覚えがある。先輩もですか。うん、そうだな。娯楽、あ、いや、無難に運動かな。あれ、あ、そっか、運動あんまり、うん、あ下がっちゃった。娯楽よし。トランプのゲームで得意なものはある？ええ、スピードが得意です。おお、そうなんだ。スピード、あれは反射神経が勝利の鍵を握るゲーム。家族や友達と勝負してもめったに負けませんよ。もうしばらくやってないけど、もうめちゃくちゃ下手になってんだろうな。スピード、もう反射神経の衰えが半端じゃないんだよね。もうロックマンやっててよくわかるわ。いいですよ、望むところです。お、いつかやろう、スピード。じゃあ、これはじゃあ食べ物か。よし。もし七崎が部活を辞めたら一気に太っちゃうかもしれないね。なんてことを言うんだ。そういう時ってやっぱり食べる量を減らした方がいいのかな。先輩、私水泳をやめるつもりはありませんから。そっか。はい。ああ、でも普通、あれ、アタックここでできなかったな。じゃあ H ダメか。ダメだな。ちょっといまいち盛り上げられなかったですね。申し訳ない。貴重なアタックチャンスが。じゃあ昼休み、違う、次の休みも行くか。行ってみるか。運動一旦目、あれ？あったんない。ここに来てすげえ難しいな。じゃあ勉強は？お、勉強か。テスト期間中ってどうして部屋の掃除をしたくなるのかな。現実逃避です。部屋の掃除ですか？七崎はならない？はい、私は普段から部屋の掃除をしてますので。長崎家行ってみたいですよね。ついつい昔の本やアルバムを見たりすることは？ありませんね。おお。そもそもどうしてテスト期間中に漫画やアルバムを見たりするんです？現実逃避です。確かにそうだよな、長崎の言う通りだ。ですよね。普段から掃除をしている長崎にこれ以上話しても、まあ仕方ない。あれ、上がんなかったよ。あ、でもここも勉強だ。うん。長い休みの時に出る宿題っていつ頃やってる？私は毎日少しずつやってますよ。それはすごい。ある意味、イクオのおかげなんです。イクオ？なんで？はい。一緒にやるという約束なので、私が投げ出すわけにはいかなくて。そうなんだ。そうなんです。お、ここスキップか。そういえば、やった。
最近先輩のことをすごいなって思うんですよね。マジか。これだけ楽しいお話ができる人ってなかなかいませんから。ありがとうございます。お世辞でも嬉しいね。やった、ハイになった。これで5ターン目アタック、やり。でもあれかな、またバックドロップかな。バックドロップっていうか、なんだかいい雰囲気。ここでもう一度七咲とスキンシップだと思ったけど、普段の七咲って全く隙がない。何かいい方法は。あの先輩、どうかしたんですか。いやはははは、やっぱりこれしかない。誰かが七咲を呼んでるんじゃないか。え、背中を見せたな。ん、今だ。七咲のポケットに僕の手を。七咲のポケットに僕の手を。え、またセクハラまがいの。おおおお、先輩、これ完全に入ってるね完全に入ってるね。これはね、これは温かい。あのまたなんちゅうことを。どえ、ポケットって、しかも薄い布を挟んでいるだけだから、七咲の肌の感触が。何をしてるんです。スカートのポケットってこと。これ何言って、七咲のスカートのポケットに手を入れているんだ。それはわかりますなんてことをしてるんだ。どうして私のスカートのポケットなのかと聞いているんです。スキンシップだよ。こういったことはスキンシップとは言いません完全にセクハラですね。スキンシップは主に母親と子供の間柄で使う言葉です。そんな。分かったら手を出してください。私もこういうのは恥ずかしいんですから。照れてる七咲、かわいいな。僕が思っていた以上にポケットの中って気持ちが良くて、なでなでおいおい、スカートのポケットって結構な場所だぞ。先輩、あんまり手を動かすと。やばいねこれね。笑ってないで、早く手を出してください。これ完全に追っ始めちゃってるね。そうは言われてもな。あの先輩、ちょっと私お手洗いに行きたいんですが。お手洗い、じゃあこのままこのまま行きましょう。じゃあでは手を出してください。僕も行くよどういうことだよ、どういうことだよ。もう少し七咲といたいから一緒にトイレ行くよっていう。仕方ないですね。え、ではこのまま。このまま、このまま真っすぐ前に進んでいくの。何してんだこいつら廊下で。あの先輩、うん、先輩はこんなことをしていて恥ずかしくないんですかそれほどでもない。このポケットの中の感触を得るためならこれくらい。でもこんな人目につくようなことをしていたら。うん、あ見られた。ミヤ、まあこうなりますよね。うわ、すげえ悲しい BGM 流れてる。ははは、アイちゃん、そのスケベで間抜けな人は甘やかすとつけ上がるから気をつけてねスケベで間抜けな人。ミヤ、お前だって昔はこんな風に僕とスキンシップを。恥ずかしいから話しかけないでください。ミヤ好きありです。あら、あー離れちゃった。では先輩、私はこれで。いやー、これはでもまあ素晴らしい。ミヤ、ふんわミヤの好感度はだだ下がりだなこれ。七咲もまんざらではなかった気がするのに、ミヤのやつね。それにしても七咲のポケットの中って温かくて気持ちよかった。こんな変態プレイをしちゃいましたね。いや、一緒にトイレまでついていってもよかったと思うけどね。梅原のホームラン級の当たり。なんだそれは。あ、リホコアナじゃないですかここ。ボールはどこに行ったんだ。確かこの辺りに飛んできてるはず。
梅原のやつめ、俺のバットが火を吹くぜだなんて遊びない野球で本気になるもん。僕の魔球をここまで運んだのには驚いたけど、もう少し手加減を。これでやっと戻れる。今誰かに呼ばれたような。ん？先輩、そんなところで何してるんですか。校舎裏の方、校舎裏から来るのって七崎ということは、僕を呼んだのは七崎。こんなところで聞く。そうですね。うんうん。先輩は何をしていたんです、こんな何もないところで。僕はこれを探しに来たんだ。あ、野球のボールですか。うん、食後の運動に行って梅原と野球をしてたら、あ、もしかしてホームラン製の、ホームラン製の当たりだったよ。なるほど。それより七崎こそどうしてここに。どうしてと言われましても、先輩の姿が見えたからですけど。あら、もう先輩見かけたらすぐ寄ってきちゃう。はい、部室でご飯を食べようと校舎裏に来たら先輩を見かけたので、うん、七崎ラーメンですか。お弁当を持ったままつい様子を見に来てしまいました。なるほど。でもせっかくですから、今日はここでお弁当にしようかと思います。すっかり懐いちゃってこの子ったら。それでもしよかったら。僕はもう食べちゃったんだ。そうでしたね。でも七崎がここで食べるなら、その横でのんびりするのも悪くない。え、本当ですか。うん。梅原と野球してるよりこっちの方がよっぽどいいね。僕も日向ぼっこしながらゆっくりしたいと思ってたんだ。そうでしたか。梅原はボール戻ってこねえなーってずっと待ってんだろうな。じゃあ早速、はい。うん、郊外でのんびりするのってやっぱり気持ちがいい。ええ、私もこうして郊外で食べるのは久しぶりです。久しぶりということは。はい、たまにはこうして郊外でご飯を食べたりしてるんです。そうなんだ。なんです。こうして草の上に座ってご飯を食べるなんて、小学校の遠足みたいだ。なんだか懐かしい感じだなって。そういえばそうですね。ああ、たまには僕もこういう風に。そうだ、長崎がまた郊外で食べることがあったら僕を誘ってくれないか。はい、次は僕も一緒に食べる。わかりました。こうして長崎の隣で日向ぼっこをした。平和やな。これでもまだ、あの日曜日、あ、土曜日がクリスマスのね、お誘いができてないんですよね。まあ、とりあえず放課後アタック行ってみましょうか。一緒に帰りたいな。お、ここはスキップ。先輩、私たちってもしかすると価値観が似ているのかもしれませんね。価値観。これだけ話題が合うなんて、そうとしか思えません。嬉しいこと言ってくれるね。まあ、またスカートのポケットに手入れちゃうのもいいんだけど、トゥルーラブストーリー2の曲を思い出すね。スカートのポケット、エンディング曲でしたね。食べ物ヒット。時々どうしても屋台の食べ物が食べたくなることってある。あ、そうですね。うん、もしかして七月も何か食べたいものがある。はい、久しぶりにあんず飴を。あー、僕はソースせんべい。次のチャンスは初詣ですね。うんうん、今から楽しみにしておく。いや、でも俺、あの水泳部のおでんも結構楽しみなんだけどな。3ターン目、恋愛とか行ってみっか。あー、外した。ここは行動だな。よし、行動で上げておきつつ、七崎の方ってすごく柔らかそう。ツンツンしちゃおうか。え、ピット。あ、反応が可愛い。 あの、どうかしたんですか。ただ七崎の方があまりにも柔らかそうに見えたから。え、だからって。見えたからっつって急に頬触ってくる男気持ち悪いけどね。
柔らかい上に温かいんだな、七咲の方って言ってる子が気持ち悪いけど。そうじゃなく、でも七咲が可愛いからよし。ありがとうございます。うん、すごくいい反応。あ、すごくいい反応なんだ。あ、じゃあもうこれはもうアタックですよ。アタック、完璧。さあ、じゃあ一緒に帰りましょうよ。はい。今日この後何か予定は？いえ、特にはありませんが。じゃあよかったら一緒に帰ろう。え、構いませんよ。やったね。では私すぐにカバンを取ってきますので。うんうん、それなら僕も行くよ。でしたらカバンを持って校門で待ち合わせということで。うん、はい。どっか寄っていきましょうよ。あの先輩、うん、今日この後ってどこかに寄ったりしないんですか？したいね、ぜひ。でしたら私先輩が行きたいところに行ってみたいんですけど。行きたいところ？はい。でも僕がよく行く場所ってゲームセンターぐらいだけど、いいの？やっぱりゲームセンターなんて行きたくないよな。あ、いえ、せっかくの機会ですし私もゲームセンターで遊んでみたいです。そういえば出会いはゲームセンターでしたね。ゲームに夢中になっている理由がわかるかもしれませんし。そうか、それなら行ってみようか。はい。じゃあどのゲームで遊ぶ？そうですね、あそこのクレーンゲームや占いコーナーなんか女の子にも人気があるよ。でも七咲は反射神経が良さそう。七咲どこを見ているんだ？あの大きなカプセルのようなゲーム機です。カプセルのようなゲーム機、大型のゲーム機、もしかしてあれをやってみたい？いえ、私ゲームは見て楽しむ方が専門ですから。いやいや、プレイした方がいいよ絶対。まあ、なら僕がやってみようか。え、先輩、カプセルのゲーム機ってなんだ？実はああいうの結構得意なんだ。ではお願いします。うん、任せといて。100円玉を入れてと。七咲、そこにいたらダメだよ、ちゃんと中に乗り込まないと。表のドアが閉められない。え、そんなでかい、こんな感じですか？でっかいカプセルの中に。このゲームは2人で座れる。ああ、なるほど。はあ、それじゃあ扉を閉めるよ。はい。シューティングかな。あ、ははは、真っ暗になったろ。はい。あ、でもこれじゃゲームは。いい匂いがする。もうすぐ横島な。ゲームするっつってんだよ。何、七咲の匂い、匂いを嗅いじゃってドキドキしてきた。先輩、ああ、あのゲームを。そこの光っているボタンを押してみて。はい。カチブーン。お、あ、でも近い近い近い。いいじゃん、レースゲーム的なやつ。来ました、こういう仕組みになってたんですね。いいね、近い近い、これはいい匂いするわ。そうだよ、今のでゲームがスタートするんだ。なるほど。お、ギュインギュイン。うわ、すげえ、デュアルショックがすげえ、デュアルショックすげえなこれ。あ、動き出しましたよ。先輩、さすがに上手ですね。上手？七咲、これはオープニングでまだ僕が動かしているわけじゃ。あ、そうなんですか。まだ敵だって出てきてないだろ。そういえば確かに。Get set! Go! ここからが本番だ。遠くの方に敵が見えるだろう。はい、あれを倒すんですね。じゃあ行くよ。はい。あ、これ実際カプセルがガタンガタン揺れたりするんだろうな。あ、お、ギョイン。まだまだ。先輩、そんな乱暴に。おほは。え、うわ、すげえ。ガガガガガガガ。
大丈夫、敵の弾には当たっていない。なんとも言えない七隻の感触が僕に当たっている。そっちに気が入ってしまう。待てよ、まさかこうしたら七隻一回急旋回。ギョイーン、七隻が寄りかかってきて柔らかい。思った以上の破壊力だ。七隻いっぱい、しかもこんな狭い場所で女の子と二人っきり、もう全然ゲームに収集できない。新しい敵が来ましたよ。敵とかどうでもよくなってきちゃった。これもガガガガチュドン。先輩すごいです、あんな大きなのを簡単に。任してくれよ、画面内の敵よりもこの感触と緊張の方がよっぽど強敵だ。これじゃあゲームに収集できない。あ、今度は右から。右柔らか。いや全部撃墜する。素晴らしいっすね、これ。こういう目的で作られたゲームだな、きっとな。お、なんかボスっぽいの出てきましたよ。うん。先輩、また大きな敵が。こんなところに敵の大型機がもう一機出てくるなんて、もう一回やられたらゲームオーバーだっていうのに。もう少しです。頑張ってください。めっちゃ盛り上がってるね。頑張ってくださいはいいけど、あんまりくっつかれると僕の収集が。避けてください、ミサイルが。うん、ギョイーン、むにゅっときたぞ、むにゅっと。先輩、ミサイルが来てる、七崎のミサイルが来てるって。ガガ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 。あー、これでゲームオーバーだー。そうなんですか。うん、せっかくのシチュエーションがもっとちゃんと集中しておけばもう少しこの感触を味わえた。失敗した。いや、ある意味大成功だったんじゃないかな。これだけ長崎一杯を味わえた。ゲームセンターってこんなに眩しかったんですね。暗いところにいたから仕方ないよ。それにしても残念でしたね。あそこさえしのげばクリアまでもう少しだったんだ。あ、ではあの後に最後の敵が。そうだね。それは残念です。私どんな敵なのか見たかったので。そっか、じゃあまた今度やりに来よう。その時は全クリしてみせる。はい。こうして七崎と楽しく稽古した。なるほどね、おっぱいイベントだったわけですね。いやー、ポケットといい、もうとにかくスキンシップが半端じゃなくなってきたな。37日目火曜日、クリスマスのお誘いをねしないといけないんだけど、どうかな、今日行けるかな。ん、七崎が保健室に入っていく。ほう。この前のあの看病イベントすごい良かったですよね。看病っていうか、まあ、こっちは寝てただけなんだけど。七崎。ため息をついて。ほう。保健室に入っていく。バファリン、ルナを飲もう。女の子ちょっと大変だからね、しょうがないね。よし。なんでこっそり覗くんだよ。いやらしいな、この感じ。でも心配だぞ。まさかとは思うけど。まさかとは思う？できちゃった。これできちゃったんじゃないか？でも、自分の体のことだから。やっぱりちゃんと調べる。陽性反応が出ちゃうんじゃないのか。何を調べるんだ。まさか、まさかってなんだよ。よし、気合を入れて。何がよしなんだ。気になるぞ。嘘、信じられない。ご解任です、おめでとうございます。七崎ママ、パパになります。先輩、幸せな家庭を築いていこう。元気なお子を産んでくれ。ん？何？体重計。え、あ、
見ないでください。ああ、乙女の秘密が。七崎も体重気にすんだ。ちょっと意外というか、細いのにね。で、結局どういうことなんだ。あ、いえ、誤解人じゃないのか。昨日お風呂上がりに家の体重計に乗ったんですけど、やっぱ七崎も恥ずかしいんだね、体重あまりにもって。あまりにもバレてるのかと思いました。いやでもそっか、カップ麺とかちょっと食い完食しすぎなんじゃないかな。それで保健室の、はい、結果はあ、睨まれた。何でもありません。でも僕思うんだけど、はい、ぽっちゃりした七崎もいいと思うぞ。これだけ部活をしてても体重って増えるんだな。頑張ってダイエットするしかないね。これ難しいな。これだけ部活をしてても増えるんだね。いやーでもね、ぽっちゃりした七崎、ぽっちゃりしてるのもいいって結構男は言うんだけど、女の子側からしたら良くないのよって怒るパターンが多々ある。多々ある気がする。実体験じゃないよ。だからちょっと上地雷な気もすんだよな。真ん中にしてみっか。これだけ部活をしても体重って増えるんだ。あんなに泳いでんのにね。僕は水泳って全身運動だって聞いてるから、そうそう体重が増えるなんて、あれ？もしかして七崎がそれ以上に食べていたら？違います、先輩、失礼ですよ。ごめん。筋肉は脂肪より重いので仕方うまいことなんです。そういうこと、筋肉がついたってことなのね。うわっ下がった。がっつり下がっちった。ダイエットしなくちゃ。七崎がダイエットね。あ、いえ、何でもありません。へえ。しまった、逃げられちゃった。やっぱり体重を測ってるところを見られて恥ずかしかったんか。仕方ない。なんだかもったいないことをしたような気もする。七崎をからかうチャンスなんてあんまりないっていうのに。いやでも七崎がダイエットをするとはね、なんか意外な展開だな。このもう一個出たイベントは明日か。明日。じゃあ会話イベントは放課後にしようかな。ここはじゃあスキップしで、昼休みをスキップで、ほんで放課後会話。いけっかな、大丈夫かな。ここが勉強でしょ。よし。七崎は進路ってもう考えてる？いえ、全く考えてませんね。まあ1年生だし、ね、今はまだ毎日の生活や部活を頑張ろうって思っているくらいです。確かにそれは大事なことだ。そうですよね。世間話、娯楽、食べ物だな。ダイエットの話流れには当たったじゃん。食べ物で、七崎って家ではどれぐらい料理を作ってるんだ？手伝いでしたら毎日していますが、一人で夕飯の支度をするのは週に一度くらいですよ。あ、そうなんだ。でもそれって結構大変じゃない？そうでもないですよ。私が好きでやってることですから。へー、手伝い毎日って偉いね。勉強、娯楽かな。お、当たった。いいじゃんいいじゃん。七崎は好きな芸能人っている？いえ、いませんね。そうなんだ。最近はこれといって興味のある人がいないんです。そうなんだ。小さい頃は女性2人組のアイドルに憧れてたりしたんですけどね。2人組のアイドル、そういえばミヤもそうだった。女の子はみんな一度は女性アイドルに憧れますからね。いや、いいじゃん、七崎とミヤで組もうよ。
絶対売れるってこのコンビは。ちょっと一瞬貧乳コンビって言いそうになっちゃった。怒られちゃう、怒られちゃう。そうだな、ここはじゃあ恋愛かな。お、当たった。もし七崎が告白するなら直接言う、それとも電話でする。そうですね、私は相手の目を見て自分の気持ちを伝えたいので直接言うんじゃないでしょうか。そうだね、直接がいいね。大事なことですから。その告白の時ももう近いような気がしますよ。よし、アタック、やった。今日もゲーセン行こうよ。いやー、あのゲームセンターはおっぱいセンターなんでね。はい、いいスポットですよあれは。今日ですか。うん、よかったらまた一緒に帰ろうと。そうですね、いいですよ。よかった。じゃあすぐにカバンを取ってくる。あ、はい、私もすぐに行きますので。はい、また行っちゃいますか。ゲーセン、ゲーセン通いになっちゃいますか。先輩、今日って行きたいところがあるんだけど。行きたいところですか。そう、ゲーセン。またちょっと悔しかったからあのゲームをクリアしようと思って。期待してもいいんですか。こっちも期待しているよ。今日こそ。先輩、気合が入ってますね。ちょっとは七崎にいいところを見せたいからね。力みすぎて失敗しないようにお願いします。頑張ります。七崎の体が僕に当たるって分かってさえいればちゃんと集中してプレイができると思う。一体何をプレイしちゃうんだか。さあ、熱い戦いが負けられない戦いがここにある。本当ですか。バッチリだ。狭いところで二人きりになるのもだいぶ慣れてきた。あ、先輩、右からも来てますよ。大丈夫だ。とは言っても揺れると柔らかい。この感触だけはどうにもなれなくて緊張しちゃう。誤解人です。とつき10日でよろしく。あの先輩、うん、今の柔らかいって、いや口に出しちゃった、しまった、つい、いや敵のことだ。防御力のない敵を柔らかいって言うんだ。あ、なるほど。すごい、とっさの思いつきにしてはうまいこと言った。だから僕が本気を出せば、ほらお前らみんな柔らかい。この前ゲームオーバーになったのが嘘みたいです。うん、あの時は、はい、いや、それより七席、ほら最終面に入った。え、最終面って何です。ここをクリアすればこのゲームを攻略したってことになるんだよ。あ、また出たな、このでかいやつ。ラスボスが出てきたぞ。え、あ、でもこんなの倒せるんですか。大丈夫だ、よーく見てろよ。はい、がっつりしがみついておくんだぞ。おお、デュアルショックがすごいな、これすごい振動しとるわ。お、やったんじゃん。クライマックスの BGM 流れちゃってるけど。お、地球が見えてきた。母なる地球だ。無事全クリでしょうこれ。先輩、お疲れ様でした。最後までどういう話か分かんなかったから。本当にすごかったです。どういうゲームなのこれ。ゲームセンターでエンディングを見たのって初めてで。もうそう言ってもらえると僕も嬉しいよ。そうですか。うん。あの、ところで、あそこの男子たちがなんだかこっちを見てるんですけど。ほう。あれはギャラリーって言って僕のプレイを見に来たんだよ。あ、そうなんですか。うん、羨ましいだろ、こんな可愛い女の子を連れて。本当のところは薄暗いのを利用してあのゲーム機の中でイチャつくカップルが多いからね。え、そう、そんなこと言えない。マジか。あの、いやらしいことを考えて。向こうにもギャラリーがいたりするんですか。
イクオのギャラリー、うん、まあいるかもしれないね。なるほど、そういうことならイクオがゲームセンターを好きな理由がわかります。水泳の大会などもそうなんですが、うん、たくさんの人に応援してもらえたらやっぱり嬉しいですからね。そうだよな。こうして七咲とゲームセンターに寄り道をした。あ、でも全クリできてよかった。よし、これでゲーセンにもう思い残すことはない。あとはだから、そうだよ、クリスマスの誘いがまだできてないんだよな。明日だな。うん、ミア、七咲とアイドルグループを組む、ね、組んでくれないか、貧乳コンビで。ちょっと七咲太っちゃったけど。38日目水曜日。今日もまたなんか新しいイベントがあるんだよな。会話イベントはもう全部使っちゃったから、ダイエット中の七咲をからかってやるか。からかってやるかっていいのか、そんなことして。家から持ってきたドーナツをどこで食べようかな。天気からいいから屋上でもいいけど、座って食べるならテラス。いや待て、そういえば今って七咲がダイエットをしている。保健室ではからかいしびれたけど、このドーナツがある今なら、七咲のやつに見せびらかせて、見せびらかしてきっと悔しがる。待ってろ七咲。まあいつもからかわれてきてるからね。さあ仕返しができるぞ。よし、ガサゴソ。お、すげえ、こんなん、うわ両手にドーナツ持って廊下、バカっぽい。頭悪そうだなこいつ。準備を受けた。あとはさりげなく七咲の視界に入れば。あ、うわ、近寄りたくねえな、廊下でドーナツ2つ持ってるやつ。七咲いいところにいるな。ほれほれ、このドーナツなんだけど、七咲はどっちがうまいと思う？右手の方がチョコドーナツ、左手が定番だ。あのやっぱり食べてみないとわからねえよな。まずはチョコレートからだ。ほれ、これ見よがしにもぐもぐもぐ。あ、目の前でふんわりとしたドーナツがパリッとしたチョコレート。なるほど、確かにこれは美味しいぜ。先輩、どういうつもりなんです？別にどういうつもりでもなんでもないよ。さてじゃあ次はこっちの定番をパク。こっちは定番の上品なマスが口の中に広がっていく。確かにこのこれは宣伝でチョイスするだけのことはある。七咲はどっちが、あら、ガシ、なんだ七咲、何を食べた。僕のドーナツを一口で食っちゃった。七咲ひどいじゃないか。ひどくありませんよ。わざわざ私に見せびらかしたりするからこういうことになるんです。そんなに大事ならこっそり自分の部屋で食べればいいじゃないですか。七咲ダイエット、体重がどうなってもいいのか。自業自得ですよ先輩。ああ、食われちまった。七咲のやつ逃げるときに自分のお尻を叩いていった。なんて憎たらしいことを。いや、可愛いな。覚えてるよ。ドーナツのレミ設定に晴らしてやる。なんだこの展開。なんだろう、ここに来て対立してくるっていう謎展開ですね。放課後に2つか、今日明日ってこと？なるほど。じゃあここはスキップしようか。うん。で、放課後に、七咲に奪われたドーナツの恨みだ。一年廊下に罠を仕掛けよう。ん？七咲に奪われたドーナツの恨みだ。家庭科室に罠を仕掛けよう。え？どっちがいいんだ？家庭科室なんて七咲用ないでしょ。家庭科室がちょっと意味わからなすぎるな。ちょっとじゃあこれ両方どっちかしかできないパターンかな。でも絶対1年教室だよな、ここはな。ついにこの時が来た。
横取りされたあのドーナツの裏にはこいつで晴らす。ダイエットの点滴カロリーの宝庫と言われているこのエビ天カップうどん。この寒い時期にうどんの匂いを嗅いで我慢できるはずがない。そしてうどんを食べ始めた七崎を完璧だ。あとは持ってきた机の上にうどんを仕掛けて僕が隠れれば準備は完了。怪しすぎるだろ。その辺に置いてあるうどん食わねえだろ、いくらなんでも。だったらそういう意味なら家庭科室の方がまだ自然だったな。もしかしてこのままにしておくとうどんが伸びちゃう？ファラオの謎にあったうどんになっちゃうよ。うん。あ、誰か来た。くん、宮かよ。わが妹よ。にしし、うどん発見。でもどうしてこんなところにうどんがあるのか。いや大丈夫、信じてるよ。うちの妹はね、そんな放置されてるうどんを食うような忌まわしい子じゃないよ。いい匂い。あ、ダメだこの子。どうやら誰もいないみたい。それじゃあ仕方ないから、これはミヤがいただくのです。ちょっとミヤ待て。あ、なんだ、お兄ちゃんか。お兄ちゃんかじゃなくて、実はそのうどんは、あ、もしかしてお兄ちゃんミヤのために用意してくれたとか。そうだよな、一年教室に仕掛けたらミヤが引っかかるか。とはいえここまで言われたらうどんを渡さないわけにも。ねえ、違うの？仕方ない、本当は僕が食べるつもりだったんだけど、ミヤにあげるよ。やったー。無駄にミヤにうどん食わせるだけになっちったよ。それじゃいただきます。おお、ズルズルズル。お兄ちゃんこれ美味しいね。よかったな。作戦失敗。よくよく考えてみれば1年生は七崎だけじゃない。次はもっと確実な方法にしないと。人が食べているものってなんでこんなにうまそうに見えるんだ。僕もお腹が空いてきた。ミヤ、ダメなのです。一口もくれない。まだ何も言っていないのに。僕も食べたい。なるほど、ミヤが連れたイベントだったんですね。あー、でも家庭科室も試せるのか。じゃあ明日は家庭科室にトラップ仕掛ける。仕掛け、でも家庭科室に来るかな。匂いに釣られて七崎ワオに引っかかってくれっかな。日々の積み重ねが大事なんだ。いや、うどん返せ。お父さんが言ってたよ。39日目、木曜日。よし、今日こそ七崎にいっぱい食わしてやるんだからな、うどんをな。放課後よね。放課後まで何にもないか。おい、ドーナッツの恨み、今日こそこれで準備が完了だ。長崎に食べられたあのドーナッツの恨み、我ながらいいアイデアを思いついた。家庭科室にカップうどんを仕掛ける。で、手紙で七崎を呼ぶ。あとはこの寒い時期にはたまらないうどんの匂いに釣られた七崎を。これなら間違いない。そろそろ約束の時間か。僕は隠れてマストする。なるほどね、手紙で呼び出すのね。遅いな、七崎。これじゃうどんが伸びちゃうよ。ご馳走するつもりはないから別にいいんだけど。いや、でももし同じクラスの子に頼んで机に入れてもらった手紙に七崎が気づいてなかったとしたら、ん？来た！七崎！あとはうどんに釣られるのを待つだけだ。うどんには気づいているはずなんだけど、どうしてあんなに注意深く周りを見ている？誰かいるんじゃないんですか？察しがいい。僕が仕掛けたことに気づいているっていうのか。それこそまさかだよな。うどん伸びてしまいますよ。誰もいないんだ。おう、それなら私が食べても、うん、少しだけなら。すげえ、七崎も放置されたうどん勝手に食べちゃう子なんだ。
ずるずる食べた。かかったな。今がチャンス。スカートをめくる。そのうどんはあのドーナツの母親だ。どういう意味だよ。うどんの味を自慢する。うどんの味を自慢？自慢って意味がわかんないな。食べてるからな。いや、これはもう、いや、上、地雷な気がするけど、あらがえないリビドースカートをめくっちまうぞ。禁断のスカートめくり、いざ、尋常に。今こそ、とりゃー！ガチの犯罪です。どうだな、なさき。僕のドーナツを食べた恨みはまだまだこんなもんじゃ、あれ？あれ？泣いてる？七崎泣いてる？ごめん、そんなつもりじゃ。七崎泣き止んでくれよ。僕ちょっと調子に乗っててやりすぎだというか。七崎お願いだから泣かないで。え、ちょっと。そういえば僕も子供の頃に好きな子をこうしてからかいすぎて、イクオと同じじゃんだから。野崎、泣きやんで。僕は、あの時担任の先生やお母さんにすごく怒られたっていうのに同じ過ちを。うわぁ！ちょっと待って、これバッドエンドになんない？おい、僕はどうしてこんなバカなことをしてしまったんだ。もう、どんな顔をして野崎に会えばいいのかわからない。それにあんな子を通されたら宮に言いつけられてもしたら、ごめんな、七崎ごめんなさい。会えない、もう会いたくない。僕もう学校には行けない。え、バッドエンド。うわー、やられたわー。こん、うわー、くそ。まんまと、これまんまとだね。スカートのトラップはね、これは高橋先生の時同様、引っかかった人多いと思うよ。やめた。マジかよ。七崎を泣かせちゃって、僕引きこもりっていうバッドエンド。うわ、ごめん七崎。泣いちゃうとは思わなかったんや。ごめんなさい、今のは悪夢ですという夢を見ましたってことで、改めて家庭科室に罠を仕掛けよう。いやー、恐ろしいな。一直線でバッドエンドだもんな。そのうどんはあのドーナツの母親だ。うどんの味を自慢する。ちょっとどっちも意味がよくわかんないんだよな。どうしよう。そのうどんはあのドーナツの母親だって言ってみっか。そのうどんはあのドーナツの母親だ。あ、先輩、ちょっと待ってくださいね。ノーリアクション。ノーリアクションでうどんを食われるっていう、うん、おいしい。いや、おいしいじゃなくてさ、まずは食べるのをやめろって。七崎はそのうどんに何か言うことがあるんじゃないのか。ですから、美味しいって。いや、違くて、ドーナツの母親、そのうどんはあのドーナツのお母さんなんだぞ。自分の子供を無理やり食べられた母親の気持ちを考えてみろ。先輩、何を言ってるんです。自分でもわからない。今ならまだ間に合う。うどん母さんに謝れ。早くしないと手遅れになるぞ。わかりました。ドーナツを無理に食べてすみません。やった、僕はやった。七崎にうどんのカロリーを捉えた上に謝らせることに成功した。あの、もう食べてもいいんですよね。うん、好きなだけ食べていいよ。はい、ありがとうございます。なんだこのやりとりは。ずるずるずる。まあ言うても自分もね、こっちも七崎ラーメン食おうとしたからね。なんとも言えないいい気分。これも作戦勝ち。それにしてもよく食べる。そんなに美味しいうどんだったのかな。今度自分用を買ってみようかな。あ、でもこれでバット回避。バット回避だね。ああ、よかった。よかった。
まあ一番下の選択を選んでもまあそんな大して変わんないか。ちょっと焦ったね。やっぱスカートめくりいかんな。日々の積み重ねが大事なんだなってお父さんが言ってたよ。40日目金曜日。今週いっぱいがっつりイベントあるんだな。なんかもうそそくさと約束取り付けたらあとは何もなしみたいなパターンとはまたちょっと違うんだね。というか今日最終日か。そっか、行動できる最終日。これは今日の放課後。じゃあこれもまた放課後までスキップして、うん、あれ強制イベント入っちゃったよ。強制イベントの後かな。あ、ここか。先輩。七咲。あの、今少しいいですか。別にいいけど、どうかしたの。はい、ちょっと。もうクリスマス明日だよ。その先輩の明日の予定について聞きたかったんですが。それよそれよね。はい、実は今のところ何にも。そうでしたか。でもどうしてそんなことを。あ、いえ、創設祭のようなイベントって中学の頃にはなかったものなので、うん、先輩はどうするのかなってちょっと気になったんです。なるほど。え、あ、うん、え、いえ、七咲、うん、どうしたんだ。七咲がもじもじするなんて珍しい。かわいい。何か僕に言いたいことでもあるのかい。その先輩。はい。明日なんですけど。ほう。もしよかったら水泳部の屋台を手伝ってくれませんか。いいね、手伝いたい。僕が水泳部の屋台を。はい。そんなことを急に言われてもどうしよう。いやいやいや、断るのは意味がわからない。もちろんいいよ。本当ですか。どうせ予定もなかったんだ。僕でよければ手伝わせてもらうよ。はい、ありがとうございます。水泳部の皆さんにはだいぶお世話になりましたからね。うん、僕が屋台なんて手伝ったことがないよ。大丈夫ですよ。私だって屋台でおでんを売るなんて初めてなんですから。うんうん、そうなんだ。はい。あ、では一緒に帰りながら詳しい話をしてもいいですか。よろしく。ありがとうございます。うん、これはまた明日が楽しみだな。では私はこの辺りで。うん、先輩、明日はよろしくお願いします。おでんクリスマスですよ。これは17時半にテラス。はい、分かった。僕に任せといてよ。期待しておきますね。じゃあまた。はい、失礼します。明日はクリスマスパーティーで七咲と屋台をやる。まさか僕がクリスマスを楽しみに思えるなんて。これも七咲のおかげだな。なんかおでんだったりうどんだったりラーメンだったり、ほんと食い物ルートだなこれ。七咲仲良しルート食ってばっかりだな。そりゃ太るわな。いやー、でもいよいよもう明日か。ここまで来たな。よし、明日最終日は気合い入れていこう。ニーニーも明日のパーティー行くんだね。最終日、いよいよクリスマス当日ですよ。いやー、ついに来たか。もうラストか。あっという間だったな。今日はね、おでん売るために水泳部の皆さんのために頑張らないと。どんな感じになっかな。さあ一気に、ああもう夜だ。17時半、時間ぴったり。七咲はいない。この辺りでおでん屋さんの準備をしているはずなんだけど。先輩、こっちです。はい、塚原先輩もいるんじゃないかな。おお。あ、こういう感じでね。ちゃんとした屋台。これどうしたの、このセット。屋台、ええ、ちょうど準備をしていたところなので。すっごくいい匂いがしている。下ごしらえはしてあったので、あとは煮込んでいけば完成です。これはうまそうだ。七咲。ダメです。あ、はい、
まあ僕は何も。いえ、先輩のことですから分かります。味見がしたいって言うつもりですよね。いいよと思った。いいじゃないか、少しぐらい。ダメです、これは売り物なんですよ。そんな、一つ二つならいいわよ別に。あら先輩。塚原先輩、話は聞かせてもらったわ。話は聞かせてもらったわ。なんかかっこよく登場したけど別に大した話はしてなかった。え、もちろん。いいんすか。ねえ七咲、一つや二つくらいね。え、ああ、それじゃあ早速。ああ待って。え、食べる前に一つお願いしたいことがあるの。お願いですか。ええ、先輩には味見をする代わりに角材を探してきてほしいんです。角材、どうしてそんなものを。実はこの屋台って古いものみたいで。ああ、そういうこと。他の食べ物ならいざ知らず、私たちは鍋物を扱っていますからね。傾いてたら結構問題だね。まっすぐじゃないとお鍋からお汁が。ええ、そういうことよ。先輩の大好きなゲームみたいなものですね。どういう意味やね。そうだな、おでんが食べたかったら角材と交換だってことだな。お願いできますか。任せてくれ。大丈夫大丈夫、角材なんてそこら辺に落ちてるから。落ちてね。角材どこに落ちてんだよ。クリスマスに角材。うん、おでん美味しいの作ってて。行ってらっしゃいです。行ってきますです。角材、あ、でもキャンプファイヤーしてるから、キョロキョロ、この辺りにはないみたい。準備機材が校庭に置いてあったからその残りがあるかと思ったんだけど。あ、でも、あやつじさんの時になんか舞台セットをちょっと直したりして、トンカチとかはあったんだよね。もしかしたらあそこには残っているかもしれない。行ってみるか。お、我ながらよく気づいた。ここなら余った角材が予備として置いてあってもおかしくない。セット裏ってこと？早くも発見。この作業台ちゃんと釘が打ててないから角材が取れかかってる。こんなところに置いてあるものなら誰も使わないだろうし、持って行っても怒られない。それじゃあ早速。ギギギギギ、大丈夫？ガコ、簡単に外れた。なんだか表が騒がしくなってきた。もしかするとステージで何かが始まるのかもしれない。ちょっとだけステージの様子を見てから戻るとするか。ああ、あやつじさん、あやつじさん今回も頑張ってる、実行委員長。お、あやつじさん、あやつじさんとミスサンタの行方が気になるね。あとついでに黒沢さん、黒沢さんどうしてんのかな。誠にありがとうございます。元気にやってっかな、実行委員で。この創設祭は当校の創設者の掲げる法恩感謝の精神に基づいて開催され、今年で57回を数えるまでになりました。さすがあやつじさん、しっかりした挨拶をしている。しかも手に何も持っていないってことは全部暗記をしている。本年も生徒主導型で工夫を凝らし、皆様のご期待に添えられるよう準備を行ってまいりました。まずは開催にあたり、木人市役所様、商店街の皆様のご協力に深く感謝し、生徒を代表して深く御礼申し上げます。素晴らしい、さすがあやつじさん、木人の女神やで。あの先輩。あ、いかんいかん、七咲、あやつじさんに鼻の下伸ばしてたらいかんね。先輩、こんなところで油を売ってるなら早く戻ってもらえませんか。もしかして僕が戻らないから七咲も角材を。いえ違います、私は買い出しに行くところなんです。買い出し当日に。はい、実は先輩が角材を探しに出たんです。塚原先輩に会いに来た、うん、森島先輩がちくわを全部つまみ食いしてしまって。全部。どういうことだよ。ラブリー、さすがだな、ラブリー先輩。森島先輩が一つ二つはわかるけど、全部ってどういうことだよ。それで塚原先輩に買い出しを頼まれたんです。
そういうことか。じゃあその買い出しは僕が行くから、七崎は先にこの角材を持って行って。え？だって僕はお手伝いなんだから、それぐらいのことはしないと。でも、ちくわだって量が量なら重くなる。それならこっちの角材の方が軽いだろう。ではお願いしてもいいですか？任してくださいよ。すみません、ありがとうございます。クリスマスにちくわ買うのなんて俺ぐらいっすよ。わかんないけど。はい、わかりました。この角材よろしく。じゃあ行くとするか。ちくわの買い出し。森島先輩すげえな。これだけ買えば足りるだろう。あとはこれを七崎に届け。え、うわー、なんだあの巨大な影は。どうして学校にあんなものが。え、夢じゃないよな。ぎゅーん、何、痛いぞ。間違いない、これは夢じゃない。とにかく行ってみるしかない。あ、自分のほっぺたをつねったのか。学校に黒いもの、黒い影。え、何これ。この物体がさっきの影の正体。なんだか見覚えがあるような、どこかで。おいおい、あ、行こう。子供 A、 やっぱりかっこいい。俺も乗せてよ。順番だぞ、ちゃんと並べ。分かってるよ。あれは初代ガソガル。マジで、あの大きさで動く等身大かな、もしかして等身大の、あのお台場にあるガンダムみたいな。すげえ、わ、ガソガルが。行くお前の番だぞ、早く乗れ。あれは七崎の弟。じゃあ順番ってのは。すげえ、ロボット研究会でもいんのかな。にしてはすごすぎるけど。はあ、天に乗せてもらえる。それなら僕も。あって、いやいや、ちょっと待ってください。ガソガルに乗れるのは子供だけですよ。え、すいません、さすがに希望者全員を乗せられる時間がないので。そうなんですか。今年のクリスマスイン、今回のクリスマスイン、すごいな。ガソガルどうしたのこれ。荷物もあることだし、おとなしく屋台に戻っておこう。え、これゼロから作ったの。作ったんじゃないよね、持ってきたんだよね。いやー、キビとの計り知れない科学力。そろそろ。すさまじいですね。あ、ちくわ持ってきたよ。お疲れ様でした。ではすぐに入れさせてもらいますね。うん、がっつり煮込んじゃって。どうにか間に合ったみたいだ。え、どうにかですけど。そうそう、それと、はい、角材は役に立った？見た目は変わってないみたいだけど。大丈夫です。あの角材のおかげでお鍋からおでんの汁がこぼれないようになりました。うん、お、ナイス角材。それならよかった。これで準備は整ったも同然です。うん。キビトにはそこら中に角材があるんですよ。今入れたものが温まったら、彼岸島にそこら中に丸太があるように。他の水泳部員の姿が見えないんだけど。他の部員は呼び込みに行きました。呼び込み、塚原先輩も。いえ、塚原先輩は今年が最後なので、今は自由行動になってます。そっかそっか。どうしてもミスサンタコンテストを見るんだって言ってましたよ。今年のミスサンタコンテストは荒れますよ。これはね、本当に凄まじい熱戦がありましたから、詳しくは森島先輩ルートをご覧ください。安心したのかもしれませんね。僕が来たから。はい、先輩が来てくれなかったら、私が一人で屋台を切り盛りすることになってましたから。一人でってさすがに大変すぎるよね。先輩に頼んでよかったです。そう言ってもらえると、僕がここに来た甲斐があるよ。全員呼び込みって、もうちょい屋台側に人員を割いた方がいい気がするんだけど。はい、ほう、そろそろかな。はい、いい頃合いだと思います。お、煮込みいい感じに。回転にしましょうか。そうだな。おお、いいじゃん。最初のうちは少し声を出してアピールしていくとするか。そうですね。
この寒い中でおでん、よっしゃっせーおでん、ただいまいったかったっす言えて何も言えてない何言ってるかわかんない、あのおでん屋ってなっちゃう。では私も、温かいおでんはいかがですか。とっても美味しゅっさいさっせっ。やっと開店かい。私は随分と待たせるんだね。いらっしゃいませ。今の声は、あー、キビトの味を継承できているか確認させてもらいに来たよ。サボーブの先輩じゃないですか。ゆずき先輩が来たということは来た。キビトの冬、日本の冬、かっこいい。相変わらず先輩方。ん、ひばまなか。はあ、どうしてお前がここに。どうしてって言われましても、僕は水泳部の手伝いで。手伝いだと、お前におでん屋の何が手伝えるんだ。なんでそんな言われ方しなきゃいけないんだ。まったく、やっと茶道部のイベントが終わって一息つけると思ったのに。がっかりだ。チンピラじゃんもうやっかみじゃねえかよ。手伝いは手伝いでも、このおでんは僕が作っているわけじゃ。当たり前だ。お前の作ったものなんか食べられたものじゃないだろう。なんでそんな低い評価なの。おでんの皮をかぶった何かになる。もうチンピラじゃん。だからそういうことだ。やっかみじゃねえか。あれでも七咲がちょっと怒ってる。あの、おでんの仕込みは私がやりました。味のことでしたら私にお願いします。ん、私が塚原先輩に習ったんですから。塚原。なるほど、そういうことか。ああ、わかった、いいだろう。そういうことなら一つもらおうか。だけど私らは塚原の味じゃないと納得しないからね。ほう、はい、わかってます。塚原の味か。大丈夫ですよ先輩。じゃあ何にしますか。昆布、一番下に沈んでるものがいい。一発目に昆布とはまたなかなか渋いというか。私は大根だね。あ、いいね。いい色になってるのは頼むよ。俺も大根がベストだと思うな。わかりやした。ではどうぞ。でもこの二人がうまいって言えば、いただくよ。きっと合格なんだろうな。海の幸に感謝一言一言が本当ごくり。七咲は大丈夫って言ったけど本当に大丈夫なのか、うん、どうだ。どうですか。うまいですか。おいしい予想以上のリアクション出た。うん、これはうまいぞ。見事なまでに塚原の味だ。塚原の味ってのはよくわかんないけど、塚原の味が凄まじくうまいんだな。やったな。私らが求めていたのはこの味だよ。おう、キビト高校水泳部伝統の味。無事伝統が引き継がれていったんや。この分なら来年も期待できそうだね。来年も食べに来る。来年2人はいない、もう卒業してるけど。お前名前は。あ、私ですか。水泳部の1年生で七咲愛と言います。うん、覚えておく。おお、真中も気に入ったみたいだね。よし、受け取りな。これが2人分のお題だ。はい、これから行く先々で宣伝しといてやるよ。お、水泳部の伝統の味は健在だってな。ありがとうございます。ここに来てこの茶道部コンビ認めてくれた。大満足またのご来店をお待ちしてます。ありがとうございました。ほうほうほう、あの二人に認められてよかった先輩、塚原の味、一息ついてる余裕はありませんよ。ほら、次のお客さんが。うん、すいません、注文いいですか。客おじ、こっちもだ。はい、すぐに。これはもうとんでもないことなんじゃない。頑張りましょう。うん、大盛況。
あの、先輩。うん、卵なら今補充を。いえ、違うんです。あそこにいる子たちなんですけど。ほう。女の子、やっぱり買うならおでんで決まりよね。でも500円しかないんだよ。だから買うんじゃない。ゆうちゃん、ゆうちゃんだってさっきのお姉ちゃんの美味しそうな顔見たでしょ。あ、茶道部のルーちゃん、ルーちゃんがおでんを食べたいだけじゃないの。違うってば。ゆうちゃんとルーちゃん、なんだか揉めてるみたいだね。そうみたいですね。向こうにもいろいろあったけど、そっちは見なくていいの。だっていい匂いなんだもん。ルーちゃんはおでん大好きだもんね。ゆうちゃんだってそうじゃない。うん、もういい、お姉ちゃん買ってくる。少し強引だけど、おでんを買うことにしてくれたみたい。すいません。はい、いらっしゃい。はんぺんと大根と卵。はい、その3つでいいのね。串に刺してもらっていいですか。わかりました。ありがとうございます。漫画に出てくるようなおでんだね。いいでしょう。美味しそうだね。ゆうちゃん買ったよ。うん、誰だこの二人。なんかひょっとしたらヒミキスのキャラかななんて思ったけど、ルーちゃん、ルーちゃんうん、いや違うな。どうやら喜んでもらえたみたいですね。よかったよ。じゃあこの調子で頑張るか。はい。したんですか。あの子たちなんだか喧嘩を始めてる。なになに、どうして全部食べちゃうの。美味しかったんだもん。そんなのずるいよ。あの先輩、私行ってきます。ほう、確か大根と卵と七崎。多分塚原先輩なら許してくれますよ。さすが、えらい、エロい。もう謝ったでしょ。でも謝ってもおでんは。おでんならこれをどうぞ。七崎サンタさんがおでんを届けてくれたよ。これでお姉ちゃんと一緒でしょ。いいの。その代わり二人仲良くしないとダメだからね。うん、ありがとう、おでんのお姉ちゃん。おでんのお姉ちゃんになっちゃった。微笑ましい光景だ。お待たせしました。おかえり。ではもう一頑張りしましょうか。おでんと合わせて身も心も温まる展開ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もしかして全部売れた。先輩、今のお客さんで完売です。すごいじゃない。はい、でもまだ少し残ってる。これは先輩の分ですよ。お、ありがてえ。角材と買い出しのお礼がまだですから。そういえばそうだった。じゃあどっかゆっくりできる場所で一緒に。いえ、私は後片付けがありますから。後片付け、そっか。二人で行ってきてもいいわよ。あら。え？塚原先輩。二人ともお疲れ様。それと完売おめでとう。いえ、そのご褒美の自由時間、うん、それなら問題はないでしょ。売り子さんを任せた分、後片付けは私たち上級生の仕事よ。いいんすか。はい。あれかな、サンタコンテストは終わったのかな。もうすいません、ありがとうございます。塚原の味の伝統は守られていますよ。じゃあ七崎行こうか。あの先輩、少し待ってもらってもいいですか。うん。ほら、ここからだとクリスマスツリーがよく見えるんです。本当だ。そういえば今日はゆっくりツリーを眺める時間なんてなかったな。あたふたしてましたからね。あれはガソガルはどこにいるの。ガソガル、すごく綺麗だな。そうですね、まるで星のかけらが降ってるみたいで。あ、なんかロマンチックでいいこと言っている。ねえ、ガソガルどこにいんの。
もうガソガルが、ガソガルが気になっちゃってしょうがないんだけど。七咲らしいというか、らしくないというか。え？星のかけらか。いや、なんでもない。ところで先輩、うん、こういうクリスマスのパーティーって他の学校でもやるものなんですか？いや、私初めてだよ。高校生になったとはいえまだまだわからないことだらけで。こういうイベントは他の学校ではあまりしないと思うよ。うん、今までもなかったっすよ。トゥルーラブストーリーからこの学校が特別ってことだね。特別ですか。確かにそうかもしれませんね。うん、私こういったパーティーやこんなに大きなツリーを見るのは初めてで。それならさ、今からもっと眺めのいい特別な場所に行ってみないか。え、そんな場所が？ガソガルだ、ガソガル、ガソガルの上だ。とりあえず校舎の中に。あ、そういえば確かパーティー中は校舎内に入れないって。あ、それでしたら大丈夫です。七咲お、二人っきりで校舎の、あ、なんか聞こえてくる。あの先輩、屋上に何かあるんですか？ここからならツリーが見下ろせる。あ、これは壮観な。七咲が家庭科室の調理器具を使うために校舎の鍵を借りていてくれて本当に助かった。なるほど、それでこうやって入れたんだ。二人きりでクリスマス屋上ですよ。クライマックスにはもってこいのシチュエーションです。綺麗です。なんだか下から見上げるのとはまた違った雰囲気があるんですね。うん、でもあんまり見とれているとおでんが冷めちゃう。蓋を開けるから一緒に食べよう。あ、はい。おでんエンドだ。おお、いいね、湯気が。これはうまそうだ。何がおかしいんだい？いえ、クリスマスの日の屋上でおでんの湯気が立ち上ってるなんて。確かにミスマッチ。けど、すごくいい匂いですね。じゃあ早速一口パク。どうです、お味の方は？おいしい、まさに伝統の味。塚原の味だ。七咲も食べてみろよ、作ってばっかりお腹空いてるだろう。私もいいんですか？二人で食べた方がうまいだろう。そうかもしれませんね。この仲良しルートは本当に二人でよくいろんなもの食べましたね。一緒にね、七咲自身を食べそうになっちゃったこともあったしな。この大根も食べていいぞ。あ、それは先輩がどうぞ。でもいいんです、大根が売れるたびに残念そうにしていた先輩の分ですよ。先輩大根大好き。先輩のことはお見通しです。じゃあこれはありがたく食べさせてもらうよ。はい、パク、うまい。染み込んだ汁と大根の旨味が混ざって何とも言えない味わいになっている。これは最高だ。いえ、こうして食べるとあの人気の理由がわかる。そうですか。うん。お、あの先輩、一歩近づいてきましたね。なんとなく思ったんですけど、私この学校に入ってよかったです。いきなりなんだよ。あ、いえ、別に大した意味はないんです。ただすごく充実してるって感じで。そっか。これも水泳部のみんなと先輩のおかげです。僕も。はい、そういえば僕も七咲と会ってから毎日が本当に楽しかった。なんというか七咲と一緒だと飽きないんだよ。そうですか。うん、きっと今年のクリスマスを楽しく過ごせたのは七咲がそばにいたから。だとしたら間違いない、僕は七咲のことが。お、今はっきり
きりとわかった。僕は七咲とずっと一緒にいたいんだ。先輩、どうかしましたか？だったらこの気持ちを七咲にはっきり伝えないといけない。あの、先輩。うん。いよいよ。はっきりと僕の気持ちを。よし。いよいよ。クライマックス入ります。いや、もうほんとこの BGM の入り方好き。あのさ、七咲。はい。僕の彼女になってくれないか。すごい、結構直球に行ったね。こうして七咲と一緒に過ごしてやっと自分の気持ちに気づいたんだ。僕は七咲が好きだ。先輩、言ったった。だから七咲には僕の彼女になってもらいたい。私が先輩の、ダメかな。どうしようかと迷ってます。どうして？別に嫌ではありませんが、先輩にはもっとしっかりしてもらわないと。あれあれ、しっかりできますか？頑張る。あ、でもまだ何か。頑張りすぎは禁物ですよ。わかってるよ。そういうことなら本当にいいね。今のやりとりドキドキしちゃった。私も。私も先輩のことが好きですから。おお、七咲。私を先輩の彼女にしてください。七咲よ。あ、もう我慢ができんぞ。おお。驚かせないでください。ごめん。でもこれだけは言っておきたくて。え、僕七咲に出会えてよかった。私はそうでもないかもしれません。でもさっきは。さっきはさっきです。よく考えてみれば先輩の彼女って面倒を見るだけでも結構大変そうですし。そんな。冗談ですよ。先輩、冗談がきついよ。そうだね。ここでラストでね。いやでもこれも七咲だな。七咲の良さだな。はい、これからよろしくな。はい、ずっとそばにいてくださいね。おお、素晴らしい。エンディング。なるほど、ずっとそばにいてくださいねというセリフとともにエンディング曲、ずっとこのままで。いいね。七咲仲良しエピローグエンディングでございます。いやー、よかったな。おでんエンドですよ。おでんが二人の愛を結んでくれた。いやー、ガソガルどこにいんの。ガソガル何だったん。最後に出てきたガソガル、あれとんでもなかったな。とんでもないデカさでしたよ。あれお台場にあるようなやつでしょ。だからすげえな。イクオも来てたしな。いやー、でもまあハッピーエンドでしたね。これにて七咲ルート好き&仲良し終了でございます。いやー、かわいい。七咲は可愛い。あの好きの時の過激なエンディング、あのエロスマシマシなエンディングもまあ良かったけど、なんか今回は今回、これはこれで
なんかあの学生らしい健全なね、まあ健全とも言えないイベントも多々あったけど、いやーこれは間違いなくご解任ですねおめでとうございますですよ本当に。そっかー、これからこうしてでも付き合っていく上でね、なんか七咲は先輩と付き合っていくのは大変なことが多そうですねみたいな小言を言ってたけど、どうなんかな。あれ、七咲郁夫の CV ってゆかなさんなの？郁夫ってせってもセリフなかったよね、声はね。どっかであんのかな、ゆかなさんなんだ。へえ。いやー、まあとにかくね、いろんなものを食べた。これからはだからもう本当にあれでしょう、七咲ちゃんの愛妻弁当を食べられる日々になるわけでしょ。素晴らしいじゃない、ちょっともうね、幸せ太りしてしょうがないね。ダイエットどころじゃなくなっちゃうよ本当に。そんな感じで七咲ちゃん終了でございます。次回からなんですけども、次回から攻略するキャラクターはですね、今回七咲ちゃんだったんで1年生つながりで中田紗恵ちゃん1年生組のおっぱいが大きい方ですねちょっとこっちに行ってみようかなと。ひょっとしたら甘髪の中でも一番ナンバーワンおっぱいの持ち主、いやナンバーワンはりほこちゃんかな。いやでも1年生だったらおそらくナンバーワン中田紗恵ちゃんルート行ってみようかと思います。また七咲ちゃんとはね真逆のキャラクターだと思うんで、まあただ同じクラスなんですよね。でもまあどれだけ変化があるのかちょっとこれは楽しみな感じですね。はい、次回からは中田紗恵ちゃんということで、それでは引き続き甘髪エンディングテーマ、いややっぱ七咲の最後のセリフもあって今回はこの曲がよりしみるな。エンディングテーマ、ずっとこのままでお聴きください。以上です。さあエピローグどうなるかな。こうして私たちは恋人という関係になった。好きの時はどえらいことにどえろいことになってたから。と言っても正直なところ今はまだその実感はない。あるのは郁夫と一緒にこの頼りない先輩の面倒も見てあげなきゃという思いだけ。郁夫と並んでんのかこれから一緒に過ごす残りの学校生活を楽しいものにしていくために、もちろんチャンスがあれば少しは甘えさせてもらうつもり。ほう。先輩は私の彼氏で私は先輩の彼女なのだから。あ、いいじゃん、頭つかんじゃって。そういえばさ、はい、今年は七咲と二人で過ごせんだな。
過ごせたんだな。え？クリスマスのことだよ。そうですね。去年とは大違いだ。去年ですか？去年は男友達とバカ騒ぎをしてたから。そうだったんですか。すごく楽しかったけど。え？それはこうして七咲といられるって去年の僕が絶対に想像できなかったからだろうな。先輩、今度の休みの日なんだけど、手始めにどこかに行かないか。手始め。僕さ、七咲と一緒に行きたいところがたくさんあるんだ。私もです。じゃあ順番でお互いの行きたいところに遊びに行こうか。そうですね。あ、でも最初は先輩からですよ。どうして？そんなの決まってるじゃないですか。もっと先輩のことを知りたいからです。なるほど。いいね、この終わり方がね。イチャイチャしちゃってさ。梅原ごめん。梅原と過ごしたクリスマスの日々も忘れない。しかし俺にはもう七咲という大切な彼女ができました。いやー、これ以上ないぐらい素晴らしいハッピーエンド。七咲は可愛い。これは人気があるのもうなずけるわ。ということで、以上七咲ルートでございました。最後ちょっとおまけでもして。お、いいね。スリー七咲にしてちょっと遊んでみっか。ちょっと衣装を、あ、でもそういえばすく水はあったけど普通の水着ってなかったな。あー、このジャージブルマ、ジャージブルマいいね。バスタオル、あー、そっか、バスタオル、温泉行ったからバスタオルやね。じゃあね、バスタオルにして、バスタオルのテレ顔、これ最高、これ最強ですね。うん、バスタオルにして、これを、ちょっと表情とか書いのでどうやんだっけ。背景か。そうだな、ミヤの部屋で七咲を3人バスタオルにしちゃうってどう。意味がわからない。意味がわからない設定だけど、これはとんでもない背徳感。いや、これだったら正直、七咲を、あ、ごめん、ちょっと待ってね。操作がまだおぼつかなくて。一人七咲にして、一人の七咲を、ミヤの部屋にし、うわ、これすごいね。このシチュエーションとんでもないな。はい、特感。ミヤ、ごめん。ミヤすまんかった。いやー、ということで、事後です。いや、事後、最中です。これはもう、ご解任おめでとうございます。というわけで、今回はこの辺で、次回からは中田さえちゃんルートでございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。七咲、お幸せにね。